皆さんこんにちは、こんばんは、にくちゃんでーす。さあ、今日なんですけど、コストコの切り落とし肉の見分け方、こちらをお伝えしていきます。まあ、最近ね、切り落としのコーナー行ったんですけど、そこにね、みんながね、こうずーっと固まって、どれを選べないのかなっていうふうにね、やっておられたので、これかなーこれかなーみたいな、こうやって、でもどの判断基準で見られてるのかなって思ってて、ここのコーナーだけね、みんな真剣にこう比べてね、やられてたんでね、ああ大変だなと思って、ね、見てたんですけど、まあ一つの基準としてどういう風なね感じで選べばいいのかなっていうお肉の選び方をね、今日はお伝えしていこうと思います。まあコストコって外国産のブロック肉や、あと厚切りのステーキカットのお肉とか、まあそういうのがドンドンってこう置かれているようなイメージですが、和牛も販売してるんですよね。で、今回はちょっと奮発しまして、切り落とし肉、これ、3パック購入してきました。はい、これ、これ、これですね。購入してきました。これ持つのだけでもね、重いんで大変なんですけど、和牛なんですよね、これ。これで言うと、鹿児島県産黒毛和牛ですね。これ1パックに、まあ、900から、1キロ入ってるんで、3人前から5人前ぐらいね、入ってますよね。結構ボリューミーな感じなんですけど、A4 等級って書いてありますので、A4 等級っていう表記は、もしかしたら A4 以外のお肉も入ってるかもしれませんよっていう、まあ、表記なんですが、もしかしたら A5 等級のね、部位も入ってるかもしれないですし、まあ、A3 のね、等級も入ってるかもしれません。ただ、品質はね、きちっと、その管理者がしっかりと管理してもらっていれれば、A4 等級って書いても、それなりのレベルで、提供してもらってると思いますんで、その辺もね、ちょっと見ていこうかなと思います。じゃ、まずね、切り落としっていうのは、どういう意味なのかっていうのを説明しますと、ちゃんとね、綺麗な商品として形にならなかったものだったり、形をね、整える上で余分な部分をカットしたものであったり、まあ、お店側としては、こう、端材にしたくないと言いますか。捨てたくない。けど、この部分美味しいよ。形は整ってないけど、美味しいよって部分なんですね。で、この切り落としなんですけど、2つの意味合いがあります。まず1つ目なんですけど、カルビ切り落とし、もも切り落としなど、部位ごとにこう、揃えた切り落としですね。だから、その部分の好きな方は、その部位の切り落としを選べば、よりお値打ちにね、食べれることができるというですね。ロース切り落としなんか霜が降っててね、そういう高級部位の切り落としなんかすごくいいですね。もう一つは、細切れのような意味合いですね。その部位関係なく、その形にならなかったものとか、そういうのを集めたものをざっくり切り落としとか、細切れというネーミングで販売されているということです。切り落としの部分でね、どんなお肉が入ってるかによってね、そのお店のレベルの一つの指標になりやすいんですよね。ブランド牛しか扱ってないお店で切り落としっていうとね、切り落としのレベルがやっぱ高いですね、そういうところは。だからそういうお店の切り落としはとってもお値打ちだと思います。まあ、一概にはそれは言えないですけどね。例えばそれが日にちが経ってしまったから切り落としに回してるっていう、部分もありますし。なので、お店さんの、まあ、やり方ですけど、まあ、いいお店さんには、いい切り落としが入ってる確率が高いっていうことですね。ということでね、早速見ていきたいと思います。さあ、ということで、今回はこの3パックね、購入してきました。まずこちら。鹿児島県産黒毛和牛 A4 等級切り落としですね。これ部位は書いてありませんので、まあこれらね、多分細切れと同じような意味合いなんですけれども、こういうサシの入ったものと赤身の部分もう見たらわかるじゃんっていうですね、ちょっと脂身があるのか赤身なのかっていうのがね、まあ一目瞭然なので、これももとかじゃなくて、全体の赤身の部分をね、混ぜ合わせたものだと思います。一方、こちらも特定の部位ではなくて、全体のね、霜の入ったお肉を集めた切り落としという意味合いになると思います。では、コストコに行ってこれらが並んでたら、どれを基準にして選ぶのかっていうのを、焼肉屋の私の判断をお伝えしていきます。どうですかね、
皆さんだったらどれを選びますか？多分大体の方は、まあ脂がきついから今日赤身にしようかなとか、まあ刺しが入った方が美味しいんじゃないかなっていうのを基準に刺しの綺麗な方をね選ぼうかなとか、そういう判断だと思うんですが、とりあえず私が一番判断基準にするのがこれオスかメスです。でオスかメスかの基準なんですが、携帯使って調べます。ご存知の方も多いかもしれないですけど、 Google でいいんで検索でね個体識別番号って入力すると牛の個体識別情報検索サービスっていうのがあるんですよ。これですね、ここ一行目に出てくるんですよ。これをクリックすると、まあ、こういう画面になります。で緑の部分押しますと、まあいろいろこう書いてあるんですが、これに同意する押すと、ここにね検索っていうですね黒い四角の部分があるんで、ここに個体識別番号を入れていきます。一つ一つね個体識別番号がついてるんですよ。まずこの赤身のやつですね、これが16ですね。10桁の番号を入れて検索って押すんですよ。そうするとこの牛さんの履歴出てくるんですよ。生まれた日、オスかメスか、母牛のね個体識別番号とか移動履歴ですね、どこで生まれてどこでこう転出搬入で最終的に屠畜されたのかっていうのが、またどこでそれらが行われていたのかっていうのがこう出てくるんですね。この牛さんですと2021年4月11日に平松グループさんのここの会社で生まれまして、2年半ですねここで育てた後に、9月の4日にですねそこを移動しまして、で9月5日にここの和牛マスター食肉センターに搬入されまして、で屠畜されたと。鹿児島からですね兵庫に移ってお肉になったという一生でございます。だいたい牛さんは約2年半ぐらいですねトータルで、ですのでまあまあ普通に生まれて肥育されて、屠畜という過程がここで見えるんですけど、まあ、ここにねオスかメスの判別っていうのが出てくるんですよ。ここが重要で、去勢オスっていうのはオスのあそこを取っちゃったっていうですねそういう感じなんですね。オスって肉質が硬かったりとか、男性でもそうですけど筋肉質だったりしますよね。で女性よりもちょっと体臭がきつかったりねしますよね。今日娘をね抱えてやってるんですけど、うちは息子も娘もいるんですけど、やっぱり子供でも触ってみると息子の方がちょっと硬くてしまってるっていうか、で娘の方がこう肌が柔らかいっていうですね感じですけど、これ牛さんも同じなんですよね。でもオスでもあそこを取っちゃうと女性みたいになって肉質ほんと柔らかくなるんですよ。だからオスだからまずいっていうわけではないです。ただやっぱりメスの方が元々の柔らかさを持ってるんで、まあオスよりかはメスの方が柔らかくてしっとりした肉質、そういう脂質を持った確率が高いっていうことなんですね。じゃあ次こう赤身からこの霜降りなんですけど、これですね、今度はこれ見ていきます。94ですね。はい、これ見ますとメスって書いてあるんですよ。メスって出た瞬間ちょっとガッツポーズしましたからねやったーみたいな。基本ね結構ねいろいろ調べてみるんですけど、やオスのね去勢が多いんですよ。これメスだったんですよ。同じように見えるんですけど、これね調べてみますとまたね違うんですよね。この牛さんこれもオス去勢なんですよね。結構点々としてるんですねここ、うん、こういうふうにね移動履歴もね牛さんによって全然違うんですよね。そういうのを見るとこっちのオスより去勢よりもねこっちのメスっていう風に判別していくと漁師さんお肉の確率が高いということ、うん、あと見ていただきたいのが色ツヤですね。しっとりしてるんですよメス牛って。綺麗な鮮やかな肉の色じゃなくて色目がねツヤっとした感じなんですよね見た目が。でこっちオスです。これはちょっと分かりにくいかもしれないですけど、こっちと比べると霜は綺麗なんですよね。ツヤが少しこっちには劣るんですよ。だからそういう判断で選んでいただくと
いい切り落としの確率が高いです。まとめると、最初に個体識別番号を調べて、メスかオスかを調べることで、もうメスの一択です。あと農家さん、どこの農家で育てられた牛か、誰が育てたってかっていうのも結構大事です。以前食べて美味しかった農家さんのお肉を選ぶといいと思います。今回食べて美味しかったら、その農家さんどこだったのかなっていうのを頭の片隅に入れて、で次回行った時も調べたら、まあそこの農家さんで育てられた牛さんっていうのが分かれば、そこの飼育法で育てられた牛さんっていうのは、ある一定基準のね、美味しさを保てる農場なんだなっていうふうにね、分かりますので、メスかオスか、どこで育てられたか、あの基準として選ぶといいと思います。まずそこからの判断から入ります。で、あとは赤身かこうカルビかみたいなね感じですね。まあこれは好き好きでいいと思います。まあ赤身はどちらかというとドリップが出やすいので、裏面を見てね、ドリップが滴り落ちてないものがいいですね。こう黒くなっちゃうのはまあ仕方ないことなんですけど、これは旨味とはあんま関係ないんですが、ドリップはね、やっぱ旨味が出ちゃってるんで、あんま良くないです。だからドリップの全然ないものを選んできました。で、切り落としたものはもう最終的なカットをしたものなので、劣化が早いのでね、賞味期限も短いんですよね。もうブロックだったらもう少し賞味期限も長いんですけど、こういう最終的な形ってなったものっていうのは短いんですよね。なので買ってから使わない部分は家帰って即冷凍した方がいいですね。以前ね、動画でコストの子肉のね、最適な冷凍解凍の方法ね、よければこちら動画もご覧くださいませ。さあ、ということで、いや、フライパンでちゃちゃっと焼いて食べ比べしようと思います。じゃあ今からですね、このお肉をお皿に移していきます。商品としてはもう見栄えが良くないと。ただこのまま販売するとやっぱ商品価値は下がると言いますか、こうやって盛り合わせにするとね、まあこういうお肉でもね、まあ美味しそうに見えるし、まあただ多分商品価値はね、見たところいい感じのお肉だと思いますね。切り落としになるとね、和牛でもお値打ちに食べれますんで、こちらのシールをですね、この裏にね貼っておきます。で、この3種類のお肉ね、焼いていきます。で、素材の味がよく分からぬように、もう塩だけで食べていってもらえますか。じゃあね、焼く時なんですけど、まあ脂身の多いね、お肉をまあ最初に焼いていきます。そうするとまああの普通に油が抜けます。さっとね、炙りをまずは広げて、もうすぐ焼けるんでね、あとはもうまんべんなく焼いていくのね。はい、これですごいね、さっと焼けますね。で、次もこのままいきましょう。広げる。じゃあ次、赤身ね。さっきのバラはいいんですけど、完全に火入れちゃうとお肉がね、パサつきやすいので、ここで広げるんじゃなくて、もうここで広げて、でも裏返してでやっていた方が、全部中までしっかり火入れちゃうとお肉がパサつくんです。まあ煮たりする場合はいいですけどね、焼くときはね、まんべんなく均一に火を最初に入れた方がいいんで、こうやってね広げてから、こう返し焼きの方がいい、しゃぶしゃぶみたいな。もうめんどくさい方はもうこれでいいです。どっちでもええやんみたいな商品今ありますからね。おっしゃる通りです。もうこのようにちゃちゃっと、はい、焼けばええやんみたいな、はい、ちょっとムラができるんですけどね、やっぱちょっと広げてる間に、もうね、まあ、こっちの方がね、どっちかというと仕事早いんで、もうそんなん時間かけてられやんわみたいな方はね、もうこれでじゃんじゃん焼きでいきましょう。はい、じゃんじゃんいきましょう。お塩、じゃあということで、嫁さん
お願いします。じゃあ肉ね、はい、今焼きましたんで、はい、この3種類ですね。はい、私はちょっと何のお肉かは知らされてないので、はい、食べ比べてみたいと思います。はい、じゃあ赤身どうですかね、はい、赤身からいってみたいと思います。ちょガチレポでお願いします。な、はい、あんまり良くなかったら良くないで。はい、はい、いただきます。はい、感想言う前に食べてみてもいいですか。あ、いいですね。じゃあ、そうしましょう。うんうん、次はこっちに行ってみます。はい、見た目はそんな分からないですね。見た目で、あ、見た目、うん、のっきょがメスで、はい、どっちが美味しいか見た目では分からないです。食べてみたけど、いや全部美味しいやんっていうパターンありますか？私が一番美味しかったなって思ったのを、あ、怖い、ちょっと待って、本当に僕のこの動画がちょっとボツになる可能性もあるからね。その発言でこれは絶対赤身なので。あ、そうですね、これは大丈夫です。これはもう赤身ですよね。はい、これは赤身、まあ、美味しいです、赤身は、はい、うんうん、怖っ、これめっちゃお金かかっとるからね。どう頼むよ。頼みますよ。間違えたらごめんなさい。私が美味しいと感じたものでいいですよね。わ、ドキドキする。はい、いいです。はい、ちょっと待って、見た目では分かんないですよね。確かに、もう焼いちゃうと分かんないですね。この前はちょっとあんまり見てなかったので、はい、マジドキドキする。はい、はい、お願いします。じゃあ私が一番美味しいと感じたのはこれです。違う、おお、どれ、これこれ、うん、じゃあそのお皿ちょっと開けてください。違う、これですよね。これ美味しかったですよね。これ美味しかった。そうそうそう、これなんすよ。メス、あー、そうなんだ。ドキドキした。よかった、めちゃくちゃドキドキしました。これもどういう、よかった。おー、マジでよかった。え、これ本当にメスなんですか？これ鹿児島の最初ね、はい、栃木、多分栃木と鹿児島やったんですけど、鹿児島がメスでしたね。よかった。じゃあ総論ちょっと教えてもらっていいですか？あ、こっちの方が、はい、お肉が柔らかいんですよ。柔らかくて脂身も甘かったこっちの方が、はい、うん、こっちも美味しいは美味しいんですけど、はい、めちゃくちゃ大差があるかって言われたら、うん、そんなすごい大差があるっていうわけではないんですけど、はい、食べ比べるとやっぱりこっちの方がちょっと、はい、弾力があるっていうか、うん、噛み応えがあったかな。はい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 、はい、こっちの方がやっぱり柔らかくて甘くて美味しかった、うん、おー。うわー、これドキドキした。このね、買ってきて、この動画が最終的にボツになったら、いくら時間とかね、お金どれだけかけとんねんみたいなね、感じになりましたから、はい、これ本当私事前に聞いてないので本当に、ああ、よかった。やらせではないです。本当に違いました、うん、食べ比べるとよくわかります。なるほど、うん、全部美味しいですよね。美味しいです。どんな赤身も美味しかったです、うんうん、全部美味しいですけど、うんうん、やっぱりメスの方が柔らかいですね。うん、そうなんですよ、メスはね柔らかいんですよ、肉質ね、うん、赤ちゃんと柔らか子供と同じようで、はい、結構違いました。へえー、ちょっと食べてみてください。よかった、よかった。あ、すごいね、癖も全然ない。うん、美味しいですよね。すごい、うん、全然癖ないです。美味しかったです。もちもちしてる肉が、噛めば噛むほど旨味が出るっていう感じです。こっちメスですね。じゃあ次オス食べてみます。オス巨勢、うん、締まってる感じがする。美味しいけどメスの方がもっちりしてる肉質が、うん、やっぱ違うね、オスとメスで、うん、食べ比べるとね、違うね、うん、
わかります。あのこれぐらいの薄切りにすると総じて柔らかくはなります。ただやっぱ本来の肉質のお肉のしっとりした感じとかそういうのは微妙な差なんですけど、オスとメスではちょっと違うんですよね。薄切りにして食べやすいんですけど、メスの方がちょっともちっとした感じ、しっとりした柔らかさなんですね。オスはどっちかというとパサッという、感じの肉質なので、オスとメス違うんですよね。初めて知りました。ということでコストコ肉を切り落として選ぶときはメスを選んでください。まあ、ただ全部美味しいですけど特に美味しいのでメスおすすめです。あ、よかった。ということでお伝えしていきましたけれども、今日も無事終わってよかったです。はは、よかったです。緊張しました、はい、間違えたらどうしようと思って。ガチでよかったです。よかったです。はい、今回はまあこれからも、当チャンネルご期待くださいませ。ということで いつもいいね高評価ありがとうございます。コメントもありがとうございます。またリクエストもお待ちしておりますので、どしどしご投稿お寄せくださいませ。それではまたお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。ちょっとここでお知らせあるんですけれども、私の、グループの中の一つである、ここの舞台である一升瓶名古屋名器店ですね、ちょっとインスタグラムの方限定で、無料で7700円のコースが食べれるっていうですね、そういう企画をしておりますので、まあ、あの概要欄に載せておきますので、よければねそのインスタグラム覗いてみてください。はい、結構お値打ちなね秋のねキャンペーンしておりますので、そちらもよければご覧くださいませ。